川崎市の学校給食は健康給食をコンセプトとして提供し、好評をいただいています。お家でも作りたいという要望にお応えして、健康給食のレシピを動画で紹介します。ぜひご家庭でも味わってみてください。ふりかけ、カレーじゃこ、大根葉のふりかけの作り方を紹介します。まずはふりかけ10人分の材料です。フライパンでしらす干しを空煎りします。続いて白いりごまを加え空煎りします。さらにかつお節、あおさを加えて空煎りします。醤油に塩を溶かし、フライパンに加え味を整えます。味が整ったら完成です。続いてカレーじゃこ10人分の材料です。砂糖の入ったボウルにみりん、醤油、カレー粉を入れ、砂糖が溶けるまで混ぜておきます。フライパンでしらす干しを空煎りします。先ほど合わせた調味料を加え、均一になるようによく混ぜ合わせます。味が整ったら完成です。最後に大根葉のふりかけ10人分の材料です。大根の葉をラップで包み、600ワットの電子レンジで1分30秒程度加熱します。冷水にとって冷やし、水気を切ります。大根葉は5ミリ幅に切ります。フライパンにごま油、大根葉を入れて炒め、水分を飛ばします。しらす干しを入れて炒めます。白ごま、かつお節を加えてさらに入ります。醤油に塩を溶かしておき、フライパンに入れて仕上げます。味が整ったら完成です。お気に入りのふりかけを作ってお楽しみください。フライパンで煎るだけで簡単に作ることができます。ご飯に混ぜておにぎりにしても良いでしょう。本市では1、とにかく美味しい学校給食、2、自然と健康になる学校給食、3、みんなが大好きな学校給食をコンセプトとして、みんなで作る健康給食を目指します。また学校給食を通じて子どもから家庭へつなげる食育を目指しています。ぜひ食卓に給食のメニューを加えていただき、お子さんとの食の話題を広げるきっかけとしてください。お子さんと一緒に料理を作ることも食育の一つです。